子です。晴れました。今日は観光だよね。朝から気温が高め、ゲレンデの雪も疲れ気味です。下手くそが、自撮りに挑戦していました。スキーも撮影もひどいもんですが、本人はまんざらでもないようです。天気がいいうちに、絶景を眺めに観光リフトへ。あれ？滑らないのかな？へたれー。むふ？白馬では珍しい。下り線も乗れるリフトです。結構上がってくるね。ちょっとびっくりだなこれ。もう白駒よりは全然上だ。全然上だね。もうだから津賀の森と同じぐらいまで上がるってことだね。つまりね、登るにつれて広がってくる視界。ゴンドラではなく、リフトということで、臨場感が素晴らしかったです。これは昨日のシュプールかな？このリフトからスキーをするのは、腕が達者でないと厳しそうだね。着きました。いいねー。見てよ、この景色。綺麗だよね。どれどれー、すごい傾斜だね。高木さんでは滑れないね。でもさあ、くまこ、楽しい空中散歩だったよ。帰るよ。これ10銭か。それ10銭。10銭はるか下だもんね。結構高いよね。あ、ここにコルチナが見えてきた。このさ、真正面のあの、あれ頭？あれ浅間山だよ。浅間山。あれ浅間山だ。頭だけ白いんだよ。白いんだよね。いいね、これでも白馬バレーに向かって降りる感じがね。ゴンドラとかと違ってなんか露出感があってね、全然違うよね。これゆっくりなのがいいんだよ、多分ね。なんか早いとさ、あっという間になっちゃうんだけど、ゆっくりこうやって降りていくのがいいんだからさ。白馬バレーを眺め下ろしながら、ゆっくりと下るリフト。なんとも贅沢な時の流れに、身を任せます。いいねー。腐れ雪のスキー場に戻ってきました。少しは自撮り上手くなったのかな？
ストップ雪にビビりながら。この時期は雪質が微妙なことが多いです。いやもうダメだね、もうストップスノーだよ、ダメだねもうね、うん、ザクザク。天気が良ければ観光リフトで絶景を眺めに行くのもいいものです。ご視聴ありがとうございました。